天のくれげ日記始まるよ。登録者1000人目指してます。チャンネル登録よろしくお願いします。どうも、天です。今回は11月9日に出たアリスとレムのフィギュア撮っていきたいと思います。この日は雨天だったんですけども、かなりきつかったですね。やっぱりあの雨天の時って結構滑り止めが引きが強くなってしまうので、湿気でね、なので結構厳しかったですね。思い通りにプレイができませんでした。でこのアリスのブースがすごくちょっと悩みましたね。難しかった。まあ、初手はいつもと同じように立たせてたんですけど、後ろを振ろうと思ったら倒れてしまうので、なので一回倒した後もう一回立たせてこのような形にしてます。であとは手前の方を右に振っていっていつものような形にしていきたいんですけども、7手目でね倒れてしまったんですよ。こんな感じで、いやもうどうしようかなっていうところで、奥にアームを入れたところ、まあこんな感じでリカバリーはできたんですけど、まあこうなったらここで縦はめの要領でやっていきたいんですけど、右アームを強く今の状況だと入れなきゃいけないっていうところで、あのアームの初期位置的にちょっと右アームがうまく使えないので、引きが弱いので、なので奥からズリズリを狙っております。これでうまいことやれたらなと思ってやってるんですけど、まあ、これもあまりうまくいかず、やっぱり滑り止めがきついのであまり滑るっていうことがなかったですね。はい、今みたいな感じで手前を振ろうとしても全然意味がないです。14手目ちょっとこうなったらもう少し右に振ってみようと思って左アームを強めに入れたんですけど、それでも動かない。若干お手上げ状態だなと思いながらやってるんですけど、まあ、根気よく奥が一番動くので奥を狙いながらプレイしております。あとちょっとなんですけど、やっぱりもう厳しいのでここは少し右の方に平行移動してもらいました。こうすることで右アームが強めにかかるようになるので、はい、17でゲットすることができました。では次、レムちゃんの B カラーやっていきたいと思います。レムちゃんのブースは先ほどのブースよりも動きがすごい良かったです。これちょっと手数かかったんですけど、なんかよく動いたんだけどうまく取れなかった感じですね。はい、こんな感じで後ろもかなりいい感じに振ることができて、3手目で勢いよく手前に振ることもできたんです。で問題はここなんですけど、右の奥角が斜めのバーの手前に来ちゃってるんですよね。そのせいでこの後こういうミスをしてしまったので、おそらくあれは手前じゃなくて3手目は奥を狙って、その斜めのバーより向こう側に角を出してあげて手前を狙って落としたら、多分もう落としきれたんじゃないかなと思います。そこが今回の反省かな。はい、なぜかあの形からこんな形になっちゃったんですよね。なので今回難しかったのは、かなりこのレムちゃんが暴れてしまったんですよね。箱が軽かったせいか結構暴れてしまって、それがちょっと手数かかった原因かなと。なかなかねこっから落としきれなくて、
で多分本当にあの3手目さえうまくいってればもっと早く落とせたかなっていうのはもう常に思いましたね。はい、11手目、今のもいい感じだったんですけどね、くるっと回して落ちるときは落ちてくれるんですけど、やっぱりちょっと滑り止めが強かったのかなっていう気はしますね。この日も、この日ってさっきのアリエルと同じ日なんですけど、やっぱりちょっと雨の日は気をつけなければなと思いました。はい、13手目、まあ、これは奥を狙ってどんどん落としていきたかったんですけど、まあ、今回みたいにちょっと手前も狙いつつ、もう完全に設置してしまいましたね。こうなると厳しい。はい、うまくいきません。なのでちょっと角度をもらいました。今のすごいいいなと思ったんですけどね、あれで落とせなかったので月に変更しております。これついていってちょっと見づらいんですけど、つくことでどんどん下には落ちてってるんですよね。一応落ちてはいるんですけど、ここら辺ぐらいでちょっとストップしてしまったので、もうこれははい、あとはもう手前を狙ってストンと落とし切りました。でこれ次の日なんですけど、ちょっと試しにやりに行ってみました。この日はこの時間帯雨降ってなくて、はい、同じブースですね。で多分設定も昨日と変わらないのかなっていう感じはあります。はい、どんどん左側に振っていきます。で今回この3手目なんですけど、いい形に見えるんですけど、これちょっと角度がつきすぎてて、これどうしようもなくなっちゃう時があるんですよね。手前もかけれないし、奥からズリズリもできないっていうことになってしまうこともあるので、結構危険な形かなと思います。今やってる作業はですね、その左手前の角があるじゃないですか、あれを斜めの場合より手前に出そうとしました。で出てきたので今度はそこに左アームをかけていく。そうすることで手前を持ち上げることができるので落としやすくなります。あー、これはちょっと狙いすぎて入ってないですね。あ、でも左下の角がだいぶ手前に出ました。あとはもうそこにかけるだけって感じなんですけど、はい、これで音が出きました。ということで、6プレイで500円なので、今回のかかった金額はこちらとなります。いや、結構かかってしまいましたね。雨の日は気をつけようと思いました。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。ぜひ皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。あと10ゲームズではゲーム配信もしてますので、ぜひ遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。